単純にパイロットとしては狸より上。間違いなくはい。戦闘時の細かい描写がどれもこれも実力があるって伝わってくる。生身であれだけ操縦できるからね。モビルスーツ乗りとしての経験値は狸の方が上だけど、狸は救助活動を主体にしてたから、戦闘経験自体はそんなないと思う。スレッタがエアリアル以外に乗った時どこまで動かせるかが気になる。グエルはやたら乗り換え多いけど大体それなりに乗りこなせてるし。喜べるかはともかくあれで親父に勝っちゃったんだよな。スレッタも1回目のダリルバルデ戦であんだけ追い詰められて締めはボディプレスで角折るようなことするし、同等レベルじゃないかな。そもそも明確なデータとかないから何も断定できん。まあどちらも劇中トップクラスの強さだと思う。うぞうむぞうとの決闘では勢を奪わずに勝ってるからスレッタもかなりの腕前。ただナーリとの戦いで勢を奪わずに確実に勝てるかというとかなり怪しい。何をもって上とか下とか決めるの。ただ結果のみが真実。ならまだ一勝一敗だ。今回は親父入り AI も一応あったし。英雄らしさがアップしてきた。むしろ AI 使ってない前回あんだけ戦えたことが強さの説得力になってるわグエル。スレッタよりモビルスーツ操縦歴短そうなのに強さで張り合えそうなのすごい。機体性能差をひっくり返せる程度の腕前。エアリアルがノイズすぎる。エアリアルが無敵かと言われると結構な頻度でボロボロにはなるんだよな。イメージ的には基本的にスレッタの方がちょっと上だけど窮地に強いのがグエル。ガンダム頼りのタヌキじゃ勝てないのが今回だろ。味方側が妨害工作仕掛けてきたんだから何乗ってても変わらねえだろあれじゃ。味方どころか乗ってるモビルスーツすら承知の妨害工作だからスレッタのためとはいえひどすぎる。ガンダム同行以前に急に機体がダウンしたら誰でも無理だろ。スレッタは学園来るまでシミュレーターするか船外活動でエアリアル動かすくらいしかモビルスーツ乗ってこなかったけど、グエルは学園で学生相手とはいえ対人戦何度も熟してるから、最適化はスレッタで相手の癖とか見抜く直感はグエルって感じじゃなかろうか。君なんか初期と絵柄違くない。大人びたというか、いろいろありすぎておっさんみたいな貫禄ついてしまった。でもタヌキには躊躇なく人を殺せるヤバさがある。こっちが主人公でいいよなもう。こんなサブキャラみたいな役目のキャラで。なんて顔してやがる。パイロットとしての腕前はグエルとスレッタで1、2で他にだいぶ差をつけてる感じがする。この二人ホルダーだから当然といえば当然。本気出したエランはめちゃくちゃ強いと思う。死ぬけど。本気出してほしいよね。グエルは対応力がすごいと思う。状況把握してプラン立てるのが早い。いよいよスレガが主人公がネタじゃなくなってきたな。タヌキに主人公感がなさすぎるねん。勝ち方がカスすぎて主人公じゃないだろ。勝ったのに全然嬉しくなれない。近接のグエル中遠距離のスレッタみたいなイメージがある。スレッタサーベル大好き。近接戦で割とスレッタに負けてるからそうでもない。エアリアルありきではあるが。ガンビットなしパーメットリンクオーバーライドなしの前提条件を設けるとしても、エアリアル自体がスレッタの操縦技術にガンドデイリーの補助が入ってるから挙動もだいぶ違うだろうし、機体性能差的にはフェアなんだろうか、オーバーライドとかいうチートは抜きにして、お互い強者と認め合ってるからいいんだ。ただし PTSD をなんとかせんといかん。インチキパワーで勝ってきたんだからイカ様で負けても文句言えんだろう。まずこのインチキとかイカ様って表現自体がもうずれてるっていうかそもそも、最初から結果のみが真実って散々念押ししてんだからインチキもイカ様もクソもないんだわ。そういう根回しを含めた企業間の総力戦だよね決闘は。結果のみが真実。お互いエアリアルに乗った場合の時だけはスレッタの方が強いよ多分。それ以外の同一機体戦だったら多分全部グエルが勝つ。ぶっちゃけグエル2戦目もシャディク戦もミオリネいなかったら勝てなかったよね。シャディク戦は作戦勝ちだけどグエル2戦目は別に、スプリンクラー食らってなお両腕ぶった切ったりしてたし。水止まってもそんなにビット使ってないしね。今回17話の決闘ってのは3話でのダリルバルデ初陣と同じ裏工作ありきの戦闘で、それでも青臭いグエル自身の意地を突き通して結果エアリアルに負けた前回と、ジェタークのためにあれだけ忌避していた裏工作を飲み込んでエアリアルに勝った今回、この対比がグエルというキャラクターの成長を書く上で一番重要なわけよ。パイロットとしての純粋な腕間とかそういう幼稚な概念はむしろグエルが今回、乗り越えるべきテーマだったわけ。俺が言いたかったこと言ってくれた。スレッタの技量の高さは疑いようもないんだけどエアリアルの無敵ぶりがそれにも増してヤバすぎるから。ここまで脚光浴びてるし死ぬなら今なのか、それとも死んだ方が楽だから生きるルートを突き進むのか、なんかあっけなく死にそうな気がするのが怖い。グエルの真骨頂は相手の戦法に応じて即座に最適解となる行動を取れることだと思う。一度見た技は即対策をする某スーパーパイロットみたいな。ホルダー時代は面倒くさいから一気に複数人でかかって恋とかしたのかな。ランブルはやってただろうね。タヌキはタヌキで一時的にグラスレーのチームにパーメット封じられてる間普通に元の実力でしばらく耐えてたからわからん。
普通にタヌキは元のパイロット技能も高いでいいんじゃないか。4話の訓練もなんだかんだいいところまで行ってたし。ビームサーベルをガンビットで受け流せるのはスレッタとエアリアルの人気一体感があって好き。それに回収型はともかく普通のエアリアルはそこまで性能高くないぞ。何を基準として普通のパーツを面白い感じに組んでるだけっぽい。外付けブースターなけりゃファラクトの運動性に対抗できなかったからな。パーメットスコアを4に上げるだけで大抵の人間は太刀打ちできないんだ。むしろエアリアルの性能でスレッタの技量が過小評価されてるところがある。普通に操縦うまいぞ。うまいんだけどエアリアルに最適化されすぎたうまさだからな。スレッタ最強、スレッタ最強、みたいなのが流行ってたのはある。決闘は工場通り結果のみが真実だからね。つまり五分五分ってことだな。家がでかい方が勝つって工場だしな。別に工作と覚醒も全然オッケーな決闘だからそれはいいんだけど、味方側にそれやられるのがかわいそうだねタヌキちゃん。本人としては全く不本意だろうけど会社のために汚い手段でも受け入れるってのは3話のグエルになかった考えだからな。スノエアリアルは性能低いかはわからんけど、ファラクトにスダと追いつけなかったりダリルバルデに水止めた後もまあまあギリギリだったり、そこまで突出して高性能感はあんまないのはわかる。車軸戦でアンチドウと食らったら平凡なモビルスーツって評価されてるぞ。やはリマンドによる有機的な操縦が性能を向上させてるんだろうな。あれってやゆじゃないの。継戦能力の高いダリルバルデがスレガの戦い方にバッチリハマってる感じある。体中武器の塊みたいな感じでいいよねダリルバルデ。同じ機体だからってフェアになるかっていうとそういうわけでもないから難しい。結局作中で二人ともそういうの抜きな戦いなんてのをやったことがないし。同じ機体に乗るって言っても今までずっとエアリアルにしか乗ってこなかったスレッタと操縦の授業を受けてきたグエルトでは、その時点でアンフェアになってしまうし、フェアな比較って鼻から難しいよねっていう。割と部位破壊されるよなエアリアル。主役ガンダムが最終決戦でもないのに手足もがれすぎだとは思う。グエルはセンスってよりも努力型よね。スレッタと出会う前から親父のプレッシャーに耐えてたし操縦テクもあった。傲慢な性格も家柄よりも実力から来てたところあったんじゃなかろうか。ファラクトはあれでもペイルの最新鋭モビルスーツだから、そこに機動性で被験しなくてもそこまで恥でもない気がする。勝負は始まる前からうんぬん、いやパーメット6を相手に生き残ってるのやっぱりおかしいわ。本人の認識が親父から逃げてたなのが視聴者の視点だと微妙に納得いかない。向き合おうとすると拳と罵声が飛んでくるせいでとてもじゃないけどはどころじゃない相手だったのに。とはいえグエルジェタークであり続けるなら、いずれぶつかる壁だったからな。地球の惨状を知って親がこれでもだいぶ甘かったと気づいたから出てきた言葉でしょ。それでも進んで話すべきだったってことでしょ。逃げて親殺して地球に誘拐されたことに比べたらはるかにマシ。ガンダム抜きにしても使う機体はディランザやらハインドリーやらザウォートやらデミトレやらで公平じゃないしな。純粋にパイロットの技量だけで勝負するなら全員同じ機体で決闘するべきだし。そもそも貧乏人はデミトレーナーの改造機みたいなのしか乗れないし。同じラインに立った場合がモブ同士以外論じにくいから、結局結果のみが真実に帰結すると思う。企業間の戦いなんだから組織力、工作力、政治力も問われるのは当然だよな決闘。ニカネーもエアリアルの性能よりもパーツ構成に興奮してたしな。というか無敗のチャンピオンだったグエルが連敗しただけでキャンプに水かけギャ母だから。次回以降スレッタがどうなるのかがだいぶ真面目に心配、生徒少なくなったとはいえ。決闘なんて茶番だってことスレッタ以外みんなわかってるよね。スレッタはママンガ手塩にかけて英才教育した最高傑作だし、グエルはそのママンガエアリアルのパーメットを限界まで引き上げて切れると見込んだ男なんだ。どうでもいいけどあの状態のダリルバルデにエアリアルの合体ビーム打ち込もうとしてたのなかなかのオーバーキルだな。あそこでビット連結砲撃つの成功してたらよほどまずいことになってたと思う。決闘仕様だとコクピットはロックオンできないようにプログラムされていると14話で言及があったね。ちなみに1記録話でファラクトがコクピットぶち抜かれてたけどあれは作画ミスだったようで BD では修正されました。プラントクエタでのエアリアル回も決闘仕様ってのはしっかり言われてるので、学園のモビルスーツはみんな決闘用に威力調整やコクピット回避のプログラム組まれてる。スレッタ以外全員、因がつくある意味恐ろしい回だった。なんならエリクトの悲願の復讐に巻き込まないも達成されるし。大丈夫なのか、これ以上の強キャラパイロットもウママンしかいないんじゃないか。対外的には合体ビーム打とうとしたらオーバーヒートして伝送系がイカれてダウンしたって認識になるのかな。グエルが急いで角折ったから第三者からするとそこまで不自然な光景としては映らなかったと思われる。まあ仮に疑われたとしても結果のみが真実なので。ちょうど壊れてたしね。まあ整備も満足にできなかった状態だしそんな感じで処理されそう。そこら辺は理由付けせずとも結果が全てで押し通せる。
一応八百長に関しては当事者以外知ったらまずいし何らかの理由付けはされると思うよ。あのビームもし本当に撃ってたらブレードアンテナ破壊では済まないよね多分。まあ撃てなかったけど。負けたけど地球領への嫌がらせは何とかしてくれないだろうかグエル。でもそれだとスレッタなんかいなくても解決する問題だったってなっちゃうか。タヌキはお姉ちゃんありきでの操縦しかしてこなかっただろうから単独だと未知数だけどおそらく普通ぐらいだろうか。上にもあるけど一時的なビット停止状態で1対6でしばらく耐えられるくらいの実力はあるよ。グエルからするとスレッタは普通のやり方では勝てない相手でスレッタからすると明確に強いって思う先輩ぐらいで技量の条件付け難しくてまだよくわかんない感。なんで来週総集編なんだよ。一期の時は4号が焼かれた後だったっけ。総集編ハッピーバースデーが総集編の合図だったのか。2期にわたりハッピーバースデーが曇らせに使われている。スレッタが明確に強いって言ったのグエルだから強いのは間違いないけど比較は難しいよな。どっち応援したらいいかわからなくなってた今回。グエル先輩、兄さんって完全に主人公サイドだったな。実戦部隊のレネの反応とか見た感じこの二人が抜けて強いかなーくらいはわかるかな。もしかしてママンがエアリアル乗って復讐果たすんじゃ。ご苦労あとは私がやる。乗れるんなら最初っから自分でやってよママン。プロスペラってもしかしてラスボスなの。わからんけどパイロットとしては母親の方が恣意的なことどっかで言われてなかったっけ。仮面キャラだしな。プロスペラはスレッタとミオリネが一緒にいるための超えるべき障害だから。この展開でママがラスボスじゃなかったら誰なんだよという話になる。実際ウルとかソーンみたいなのとかファラクトあたりの普通のガンダムどのくらい動かせるんだろうスレッタ。それなりじゃね、ファラクトの武装は使いこなせない気がするけど。